はい、電源つないでみました。電源つないでみました。電源のスイッチオン。無事電源は入ったみたいですが、その他機能は全く分かりません。じゃドライブだけ入れてみましょうかね。ディスクだけ。動いてますね。アクセスランプがついて、あ、エラーランプも何もつかない。認識してるんでしょうか。イジェクト、イジェクト、イジェクトしません。時間がかかる？ん？あ、出てこない。どういこっちゃ。とりあえず PC にもつないでるので USB の電源引っこ抜いて、あ、出てきた。やっぱパソコンにドライバーを入れてやんなきゃダメみたいね。はい、じゃあドライバー入れてみましょう。